こんにちは、ゲジの頭です。今日の話は12月畑の散歩。はい、行きましょう。冬になりました。畑はほとんど空っぽです。虫もなくなった。土がゆっくりで休んでいます。残ってる植物も寝るみたい。12月、1月と2月はほとんど何もしない。待つしかできない。全部が遅いみたい。私も寝たい。3月に起こしてください。12月の最初の週です。みかんの木です。去年ほとんど死んじゃったから、今年はうちに入ります。暖かい部屋に置いたら1月に花が出てくる。でもそして早すぎるから果物を作りません。だから冷たい部屋に置くのがいいです。この部屋を温めないから完璧です。鳥が新しい羽を作っています。全部自分のエネルギー使っていますから、最近卵あまり産まない。回っている木の葉っぱが全部落ちたら畑にかけます。ゆっくりで肥料になります。サラダにフタをつけます。フタのおかげさまで春まで行けます。Thank you.
地はぎゅうぎゅうですから最初いっぱい取ります。1月に植えた朝やハンドです。こっちは失敗したみたい。多分水が多いすぎあって腐ってたかもしれません。まあ大丈夫、来年の4月からまた植えます。12月18日です。雪降っています。今日チヂミ食べると思ってた。雪でニンニク全然見えない。踏まないよう気をつけなければいけない。サラダのフッターつけてよかったです。マイナス4度でもいけます。大根を一本を取ります。
今日終わりです。質問があったらどうぞ。いつも下手くその日本語すいません。頑張ります。ビデオを見てくれてありがとうございます。チャンネル登録したら嬉しいです。またよろしくお願いします。